打ちにピーナッツくん、はい、はや抜き打ち持ち物チェック。どうしたどうした急に。やっぱこれ定期的にやっていかないと。いや定期的でも何年ぶりだよ。ちょっと危険なもの入ってないか。いや入ってないから、それだけチェックさせてくれ。これ抜き打ちってことに意味があって、はい、普段の行いみたいなのが全部バレちゃう。これでで、すでに、はい、もうあなたのカバン押収させてもらってます。いやいや、もう全部洗いざらい公開していくんで。わかりました。じゃあ早速やっていきましょう、はい、さあ行くぞ。じゃあポンポコさんのカバン、はい、もう持ってきましたよ。ドキドキしてんだろ。いやもうどのカバンだろうって感じだね。いやどのカバンも一番メインで使ってるやつだよ。いやいやいや、お前メイン知らないだろ。普段から使ってるやつ知ってんのか。いつも使ってるやつ、うん、いやいやいや、こちらです。いや使ってないわ。これ使ってない。でっかい、これ財布兼カバンみたいな。癖強すぎるわ。すごい癖が強すぎる。これを使ってない。普段使ってて初めて見た。いつもあのセカンドバッグのように抱えてこうやってガマ口をか口寄せの術で誰のカバン持ってきたんだよ。呼び寄せたみたいなカバン。偏見か今日。偏見カバン紹介か。財布代わりにもなしてるっていうね。これあ、ここに小銭のようにいろんなもん入れてると、はい、いろんなもんを入れてる。そうですか、はい、いやこれ毎日これ使ってるんだよな。使ってないから皆さん信頼で。これ使ってないから初めて見たから。ちょっと見ていきましょう。怖っ。腹立つな。僕もまだ見てないんでね。いやもう腹立つわこれ。怖いね。うるさいな。お前が用意したもんが入ってるだけだよ。ちょっとどれからやっていこう。まずこれ何、ピアッサー。いや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 、ピアッサーですね。うるさ。確かにポンポコさんね、暇があったらピアッサー買ってますか。いや、ないだろ今更ピアッサー買う。高校生かよ。ちょっと大きいものあります。うっさいな。丸腰でか。どういう偏見。やっぱこういうの長距離運転手が、ね、読むような本をいつも読んでるからな。まあまあまあ、でも今んとこ別に何の問題もないというか、解釈通りというか。いやいやいや、うわちょっとこれやっぱり、あまあいいじゃん、ぽいじゃん。化粧ポーチですか。あいや、え、化粧ポーチですか。いやいや知らんて。心当たりあるだろ。知らないよ化粧ポーチ。はいはい、多分化粧ポーチだね。これちょっと中見ていいですか。はい、あ、はい、お願いします。多分化粧品が結構入ってると思うんですけど、すごく軽くて、はい、多分ダイソーですこれ。あそうですか。はい。ええこれでアロエ、これで全部賄える。すごいなお前の全ボケ。お前のボケボケパラダイスじゃん。もうえなんなんだよ。これで全部すごい。それで全部いけないだろ。これで全部いけ、それしか入ってないのかよ。これしか入ってない。どこでそのアロエをゲットしてきたんだよ。これで全部いけんだ。すげえな。アロエ過信しすぎてるよ。うるさいな。確かに肌にいいかもしんないけど、生アロエのラップ巻き、いやこれだけでメイクはすごいですね。うるさいって。さすがです。はい、そうですね。これあちゃんとなんかこう、うん、あれだね。何こう緊急時用に傘みたいなのも入ってて、あーいいね、ちゃんと準備してんだね。あすごい、このカバンでかいね。折りたたみ傘入る。そうパズドラの折りたたみ傘。なんでだよ、パズドラしてないだろ。パズドラの折りたたみ、パズドラの折りたたみ傘。やっぱり、ね、解釈通りだ な結構。解釈不一致だわ。解釈通り、マイヤンに仕立て上げられる。マイヤンでもないわ。解釈通り。何なんだよ。カバンにもこれ入れるんだ、このなんかあの入れないって。やめろって。それもうそれ車に入れてるやつ。それ持ってる仕立て上げほんとやめな。車に別に車にこだわりつけてないし。あいい匂いじゃん。あやっぱりやっぱ馴染みのね。だからちょっと怖いのがこれなんですよ。何ドンキのナイロン。ドンキのナイロン腹立つな。わちょっと待ってくれよ。はぁ何これ。ハマキ。おいお前ハマキか。ハマキで。ハマキなわけないだろ。ハマキ、ハマキ吸って丸腰でか読んでんのか。ハマキ吸って丸腰でか読んで。川のソファーの上でアロエ塗って。アロエ解釈位置とはいえハマキはちょっと良くないんじゃないかなっていう。いや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 、お前が良くないんだよ。ハマキはね、お前が変えたことがおかしいんだよ。5歳児が。おいポンポコさんの持ち物以上です。あそうですか、すごいね。ちょっと定期的にやんないとこれもうあと一歩でやばいから。もうやばいよ別に。あと一歩で。一歩もクソもねえよ。今回はまあギリセーフ。許しましょう。許されるんだ、ありがとうございます。いやいや、お前のカバンも押収させてもらいましたから。え、はい、部屋から見つかりましたよ。いやいや僕そんないつも使ってるやつ、カバン一種類だもんな。そんな使ってるやつあるけど、ナップサックみたいなの使ってるよね。ナップサックではないけど、これ使ってるよね。使ってないわ。えこれなんでこれ、あまりにナップサックだろこれ。おい、マイゼンシスターズのマイクラの実況者で子供に大人気のドラケンくん。いやつけてないわ。いやいや、ピアスドラケンくん好きだもんね。推しでしょ。いつ言ったんだよそれ。ドラケンくん好きって。いやいや、マ
イゼンシスターズにドラケンつけてんの。いや僕別にミーアスのカバンだから。つけてないけど。つけてんだよ。あつけてんだよ。じゃねえんだよ。あーこれこうやられるとこういう感じなのか。なんだこれ。なんか本入ってんな。怪しい。お前もか。怪しい本が入ってる。お前も本。なんだ。1秒で答えを作る力、お笑い芸人が学ぶ切り返しのプロになる48のおい、最悪だろ。ピーナッツくんってね、1秒でね切り返してやっぱ1個ね決めるコメントをしないといけないから、こうやって努力してんだね。いやいや努力してるわけないだろ。見直すわ。努力してるわけないだろ。こうやってピーナッツの大喜利力っていうのは鍛えられてるんだなって。大喜利力とか言うな。怖っ。ちょっと待って、怖いの入ってるから。え、は、え、怖っ、ね、猫入ってんだけど。出し方怖いだろ。なんだこの猫。どうした、ピーナッツくん猫飼ってんだ。こ飼ってるわけないだろ。怖すぎんだろ、カバンからこんなリアルな猫。名前なんていうの。名前なんていうの、うん、まあ、まさこ。まさこ、これが1秒で答えつくから。腹立つ。あーあー後ろなんかすごいけど、猫の背中にチャックつけて。バックインバック。あ、もう怪しいもんしか入ってない。お前何隠してんだ、猫に見せかけて。いやいやいや、信じられん。え、怖っ、怖っ、え、うわ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 、怖っ。え、お前何、わら人形入れてんの。わら人形入れてるわけないだろ。猫に。なしかも手作りじゃん。いやほんと通りですっごい散らかってたから。何これ、お前ちょっとダメだって、5歳児なんだからこういうとこ行っちゃ。何、スナックヒヒンとか行くなって。なんだこれお前。なんだこのスナックヒヒン。お前テプラ何を用意してんの本当に。いやいや、ガチコビさん用意が多いわお前。ちょっとそんな自分のね、カバンから出たの人のせいにして用意なんて。いやいや、全部入ってたもんでしょ。言ってんの、スナックスヒン。言ってないですね。言ってないか。言ってないけど。もらったん。身に覚えがないです。あー、こうやって白切るんですね。全く身に覚えがないです。はい、白切ってらっしゃいます。やっぱりこれは定期的に行っていかないと。そうですね、ちょっとお互い油断してた部分もあるから、はい、そうだ、お互い今日なんかセキュラにされちゃった感じあるけど、うん、うん、カバンは自分を表す鏡だから。いや、うん、もうほんとそうだよ。そうだよ、うん、そうだよ、そうだよ、そうだよ。だからね、あの皆さんもね、はい、ぜひカバンね、自分の中身改めて見て、もうこのようにね、人間性が現れますので。現れます、はい、現れますので、現れますので。というわけで今日も見てくれたらとね、私たんじゃね、バイバーイ、バイバイ。